吉田さんおはようございあの子供もは自由がないっていうキーワードなんですけども私はここをねなんとか風穴を開けて否定していきたいと思ってます子供には自由があるとなんで子供に自由がないと思えるかというと多分子供が最初に依存するのは親だと思うんですよ親に自由がないから子供に自由がないんじゃないかなと思います子供がプラれるかってって言っても 年に一回誕生日やクリスマスに、はいどうぞっていうふうにね、1万円か2万円年出して買うのがやっとだとしたら、子供がプラレールの、あれも欲しいこれも欲しいは叶えられない。要するに自由度がないと思うんですよ。もちろん昔はそれでも良かったと思います。だって友達もプラレールを持っていて、友達同士で話し合って、俺の誕生日にはこれ買ってもらうから、お前これ買ってもらえよ、みたいなね。ファミコンだったら、お前このカセットテープ買えよ、俺これ買えよ、みたいな形で、 お互いに持ってないやつを輸通し合えたんですよ。でも今どうですかね。少子高齢化と言われて久しい中で、えそして今生まれた私の大和くんなんてのは、5歳、10歳になった頃、もう本当に少ないですよ。うん、そうなった時に、同じような趣味を持っている友達と触れ合えるかなと。中学に入った時に野球がやりたいと言っても、9人のチームが1つの学校ではもう維持できなくなってるんですよ。まあ、そういうことを考えると、親に最大限の自由度を持ってね。 子どもに接してあげれば子どもはそしてその自由が親からもたらされたものだということをちゃんと教えてあげたらあなんかありがたいことなんだなぁと自分もそういう世代になったら誰かに自由を確保させてあげれるだろうかというふうに考え始めたりそのための方法を教えてくれみたいになるかもしれないんですよ。い いろんな素晴らしい人が世の中にいますけどもでも親って何の師匠なんんだと思うんですよ。稼ぎ方の師匠なんですかね家族の素晴らしい作り方を教えてくれるんですかね料理が上手なんですかねそれとも人付き合いが上手でネットが IT リテラシーが高くて子供は自分の親のどこをあ自分の親みたいになりたいなって思って学んでいくんでしょうか 最大限の自由を与えてくれる親がいたとしたら自分もそうなりたいと今は親の非業のもと自分の実力以上の自由をこうやって提供されてるけども自分が10歳ぐらいになった時に20歳ぐらいになった時に果たしてそうはなれるだろうかと思った時に真剣に学び始めるんじゃないかなと思うんですよなんで父ちゃんはいつも家にいるのにこんなに稼ぎがあるのなんで他の家には 一家にに台台台しか車がなないののうちは5台も6台もあるんでなんでなんでなんで,なんでうちは大して働いてもいないのに金だけあんのみたいなねいや昔はねちょっとね逆だったと思うんですよ。あのー、なんであいつのうちにはなんとかかんとかっていうおもちゃがあるのにうちにはないのなんで近所の何々子ちゃんはどこどこのディズニーランドに行ったけどもうちは行けないのみたいなね。そしたら いや、うちはうち、よそはよそ、みたいな感じだと思うんですよ。それが昭和の初期の時代だったんじゃないかなと思うんですよ。でも今時代が変わって、もしかしたらね、なんでうちだけはこんなに豊かなのそれは、FX をマスターしたからだよ。と。会社をやってるからだよ。と。ビジネスをやってるからだよ。と。雇われてないからだよ。YouTube をやってるからだよ。マインドセットを構築したからだよと。こういうふうに教えてあげれたら、子供のなんでに、 うちはうちよそはよそじゃない明確な答えができるんじゃないかなと思うんですよちょっと真面目に答えちゃってあれですけども私はそういう親を目指しているかなと思いますなぜなら私は多くの人が、うん、家族を持つのが20代だったり遅くても30代だったりするわけなんですけども私ね45ですからねあの生き遅れた分その分だけね自由にぶち込んでいきたいと思いますねだから子供の自由は 最初は親にやって制限されるもしくはもたらされるのかなと思いますえそしてねあのやっぱり大和くんね最近プラレールもトミカも飽きてきてるんですよつまりは卒業してきてるんですよ次のおもちゃがいるんですよねそろそろこれは通常2年かけて3年かけて少しずつおもちゃになれるところ半年くらいで瞬く間に全てのパターンを網羅して ああもう秋田次のっていう風になってきてなんか他かの人よりねもちろん早く進むことが何もかもいいわけではないかもしれませんけどもでもこれからプラレールやトミカにミニカーに触れる同年代の子どもがいるとしたらこれあげるよこれの使い方はねっていう風にもしかしたら頼りになる存在になるかもしれないですよね。だから歩歩先二歩先をもし 進めるんだったら道を開けるようなそんなね二歳児三歳児に育てていきたいかなと思いますねもちろんそうならなくてもそうならなかったパターンも私は想定して子供の成長ってのは親のレールってよくやりますよね親の引いたレールの上を子供が歩くみたいなね私は子供の未来予想像を無数に引いてどれを選択しても結局は親のレールの上だよみたいなねもはやそんなことこだわらずに 誰ののレールの上だだって自分が幸せを感じればいいんだよみたいなね、うん、まあそういうふうにしていきたいかなと思いますよねまあだからどっちの方向に進んでも対応できるような親の自由度これをなんとか手に入れたいかなっていうところに今は考えが来てますね以前はね自分の自由だけが正義だったんですけども今家族の自由もなんとか2人分3人分 構築できるんではなかろうかみたいなね。ところに来てます。まあ、目指さよ。そあつばさみたいな。エブリデイですね。いってらっしゃい。